オズ旅団は2015年12月27日にイスラエル中央軍第98空挺師団霊下に編成された地上軍不評価指揮下の特殊作戦旅団である。オズ旅団は以前から活動していた4つの特殊部隊を統合する形で編成されている。故障についてはコマンド旅団第89旅団第89オズ旅団と表記されることもある。名称のオズは ヘブライ語で、力強さを意味する語である。イスラエル軍によれば、オズリョンの構想は、参謀総長、ガディエーゼンコットによるもので、国防軍の長期再編計画の一部であり、2014年のガザ侵攻作戦及び2006年の第二次、レバノン戦争の戦訓に基づいているとされる。また、第98空挺士団の指揮官によれば、 オズ旅団は単に既存の特殊部隊を統合しただけではなく、新しい戦闘ドクトリンを国防軍内でリードする存在になり得るものであるとされている。また、オズ旅団の創設は、これまで個別に活動していた部隊に対し、集約された拠点を与えることにもなる。オズ旅団は2016年には、師団レーベル規模の軍事訓練を実施した。なお、国防軍のその他の特殊部隊、 サイエレットマトカル、シャイエテット13、シャルダグ、オケッツ、ニャハロムといった部隊は今まで同り独立して活動を継続している。オズリョガンを構成する特殊部隊は以下の4つである。いずれも大体規模の部隊となる。ありがとうございます。